世話になりますんで、あそこでご案内しますので、はい、仮設の階段になってますんで、ちょっとこちらでお待ちいただけますか。これ中は入れるんですか。あの中の方をご案内しようと思いますので、はい。大体ですね、初めまして15人ぐらいで、中ご案内していこうと思ってますので、ちょっと次の方になるかもしれないですけども、はい。じゃあですね、こちらの方から階段登っていただいて、ご案内しますので、どうぞ。じゃあですね、ちょっと横で一回お待ちください。ちょっと人数大体数えますけど。新型車両につきましては、外の色、緑色、になってます。今までは赤と緑の、ね、ケーブルカーだったんですけども、今回は、緑を基調とした、車両になってます。で、ちょっとここ、かぶってるんですけども、ゴールドのラインが入っている車両と、シルバーの入っている、車両と、2つありまして、こちらのゴールドの、ラインが入っている車両ですね。で、この金や銀もそうなんですけども、こちらの緑も、メタリックが入っている光沢のあるような緑になってますので、ケーブルカー走行中にですね、キラキラと輝いて見えるような、そんなケーブルカーを今回、目指して設計の方を、しております。はい、じゃあ中の方ですね、お入りいただきたいと思いますので、こちらの方から靴を脱いで、お入りください。中ちょっと勾配がありますので、十分気をつけてください。はい、はい、じゃあ順番にお入りください。今屋根の方までガラス入ってますので、光もたくさん入ってきますし、非常に明るい車内になるかなと思っています。山形とは違うんですね、形状が。そうですね、顔は前と後ろとまた違いますので、うん、はい、山形でも意識これ前に入ってます。どうぞ。室内の傾斜ってのはどうなんですか。室内の傾斜って結構きつい、はい、今度はビワードに違ってね、
ここですね、あの毛深って線路をだんだんこう勾配がきつくなってくるんですよ。で、もともと平均の勾配で作られてますので、ここはあのどうしても前のめりになっちゃうんですね。で、これが上がっていくと、まあ、下手になって。前にそんな感じしたの？一応ですね、設計者とか同じですので、ちょっと座席がない分そう感じられるのかもしれないですね。捕まるとこないね。そうですね。昨日もあのちょっとなんか気持ち悪いねっていうのは皆さん結構おっしゃってましたね。みんな一生懸命こらえてたんですけど、ね、車内も非常に、まあ、ドーム型の天井ですっきりしてますので、車両の高さをですねちょっと上げてるんですね今回は。はい、少しあのゆったりとした雰囲気も出てるかなと思います。ママ行こうよ。これ台車って前の仕様？台車はそのままですね、はい、今回車体だけの更新になりますので。すごいね。なかなかあのこういう機会は、見るタイミングないと思いますので。そこだけはちょっとですね、1キロうんぬんっていうのはちょっといや、細かい数字はいいけど、はい、あの全体の、ここ今回車両だけじゃないんですね。あのレールや、あと橋梁の工事とか、その辺もろもろやって全てで16億っていうのはまあ公表してるんですけども、いろんな運搬器具使ってやってまして、ヘリコプター使ったり、工事用のモノレール作ったりとかっていう。昔はそのカートを着てた。そうですね、とにかく仮設の運搬費用がやっぱりすごい。車両はどこで？これがどこですか？ここはあの実際は大阪車両工業さんが作ってるんですけども、川口さんにお届けで、まあ、小田急エンジンさんも入っていただいて、3社でやっていただいているのか。はい、ではよろしいでしょうか。はい、はい、すいません、ありがとうございます。